今年も新学期がやってきました。4月4日は吉貝の日ですね。ですね。はい、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 始まってますよ。ありがとうございます。おい、今日デニス先生だから。デニス先生怖いから。これも早めに。ごめんなさい。本日はね、いつもお世話になっている吉貝パーツについてより理解を深める日にしたいと思います。はい、はい、はい。ブルーラグで使用頻度が高い、SS6 ブレーキレバーについてみんなとお勉強したいと思います。はい、おい、はい、こちらですね。このブレーキレバーの理解を深める前に、まあ、年に一度の吉貝の日なので、まずは簡単にね、吉貝さんについておさらいをしていこうと思います。はい、はい、じゃあシャミ君、はい、吉貝の説明してください。教科書何ページ？それもう予習してってください、ちゃんと。あ、すいません。はい。あ、ここか。はい、お願いします。では基本情報説明お願いします。1930年大阪天王寺区において自転車用リムブレーキの製造販売を開始し、それ以来安全と信頼を念頭に製品開発を続ける僕らにとってなくてはならない自転車パーツメーカーです。そうですね、はい。もしかすると、まあ、吉貝っていう言葉よりも、うん、ダイヤコンペとか、うん、グランコンペ、うん、ネシクロっていう名前で知ってる、知られてる方が多いかもしれません。そうですね、はい、はい。カゴくん、なんか補足ありますか？いや主にブレーキのパーツを作ってるブランドさんというふうに僕は思います。まあそうですよね。まあこういうね、そうそう、ロゴで、ブルーラグでね、はい、こういうロゴでダイヤコンペって馴染みのあるロゴですよね。裏に全部、これ全部よく見たらこれ全部書いてありますね。エネシクロって書いてあるし、グランコンペとも書いてありますね。ダイヤコンペも書いてあるし、はい、あとダイヤテックっていう。そうですね、これ結構マニアックっすよ。マニアックマニアックっすよね。マニアックこれマニアック。ヘッドパーツとか、はい、でこんな感じですね。はい、先生、はい、うん。で、まあね、もうブルーラグを見てくれてる方とかだったら、まあ、我々が得意とするエブリデイバイクを組む上では、うん、もうなくてはならない、うん、あのメーカーさんと言ってもいいんじゃないでしょうか。はい、はい、いつもお世話になってます。お世話になってます。ありがとうございます。うん、で、じゃあ次、金子くん、はい、はい、なぜ吉貝さんはブルーラグにとって欠かすことできないメーカーだと思いますか？はい、はい。はい、落ち着いて落ち着いて、大丈夫。時代の流れとともに、はい、作られなくなって何か読んでますか？読んでます、読んでます。カンニングしません、はい、カンニングしません、はい。まあ、時代の流れとともに、はい、まあ、パーツって変わってるじゃないですか。はい、はい、ディスクブレーキになったりとか、なるほどなるほど、ね、はい、そういろいろあるじゃないですか、はい、なんですけど、はい、やっぱ吉貝さんが作るパーツっていうのは、はい、やっぱその昔ながらの、はいはいはい、自転車とかにも付けれるようなパーツ作ってくれたりとか、はいはいはい、あとはまあなんか、なんですかね、まあ、そう、これもまた時代の流れとともにあるんですけど、美空ひばり並みに時代のそうですね、そうだね流れとともにやっぱりパーツもこう洗練されていってしまうんですけど、はいはい、まあ、それもやっぱクラシックとかっていうなのを、はいはい、大事に、はいはい、そういうパーツ作りしてってくれたりとかもしてくれるブランドかなっていうふうに僕は思ってます。確かに確かに、はい、その通りだと思います、はい、その通りだと思います。大丈夫ですか？はい、で、じゃあ実際に、じゃあそんなパーツがあるのよと、はい、じゃあブルーラグで組む自転車にどんなのがついてるのよっていうので、今回ちょっと1台用意させていただきました。実際に何の吉貝さんの製品がついてるかってことですね。そうですね、まあ、こんな感じで、まあ、うんうん、いわゆる我々が得意としてるエブリデイバイクと呼ばれるようなバイクを用意したんですけど、まあ、金子さんがさっき言ってくれたみたいにディスクブレーキの自転車なんだけど、まあ、こういう風にね、引けるブレーキレバー、今回 SS6 っていうやつで、うん、まあ、あとはね、結構フリクション、これまた専門的な話になっちゃうのかもしれないですけど、うん、その、なんだろうな、刻みのないシフターって言ったら、うん、もう本当吉貝さん以外どうでしょうね、出てくる、まあ、あるっちゃあるっすけどっていうことですよね、うん、まあ、切り替えができたりとかですよね、はい、そうそうそう、うん。でちなみにね、この S2 レバーっていうのはね、リベンデルデザインで作ってたりとかするから、うん、まあリベンデルとかとも、まあ、親交が深いメーカーでもあるっていうか、うん、我々で使うとこっていうのもポイント高いかもしれないですね。はい、確かに、はい、で、あとどこですか、僕は意外とブレーキレバーとシフター以外に見てたんですけど、どうでしょう、
これあれこの自転車でしょ。はい、ハブですよね。ハブはごめんなさい、あ、これちょっと違いますね。あ、ちょっとハブはごめんなさい、ちょっと違います。違う、はい、限界ですね、これ俺が組んだんだよな。はい、意外と皆さん忘れてるかもしれないですけど、クラックキャップ、あ、ヘッドパーツ、そうだね、そうですね、そうですね、はい、うん、これはフェアウェザーのヘッドセットなんですけど、作ってもらってるのはヤシガシガさんですね、はい、確かに意外とこういうところにも使われてたりとかします。はい、あとまああれですよね、もし感知ブレーキだったりしたら、はい、あのここにねあるけど、はい、DC980 っていうね、はい、感知ブレーキのその感知ブレーキをそのさっきも時代の流れとともにっておっしゃってましたけど、感知ブレーキを未だに大事に作ってくれてるメーカーさんってやっぱ少ないですね。少ないですね。少ない、はい、そう確かに大きいメーカーさんとかもね、うん、作るのやめちゃったりとかもするけど、うん、まあ昔のバイクのレストアにも使ってほしいし、うん、今のパーツ、あの自転車組むにも使ってほしいので、うん、まあ、すごくね、僕らのない、なくてはならない本当にブランドだと思います。はい、あとね、感知ブレーキをね、あの、あ、そうそう、受けとかね千鳥もそうだね。そうですね、ハンガー受けとか、そう、ハンガーね、はいはい、そう一見するとね、これ何に使うんだろうみたいなのも多いですけど、うん、まあ自転車組む上でどれもこれも必要なパーツだったりするんで、まあ、そういう意味でね、よく使う頻度が高いですよね、うん、ハブもね、実は作ってたりね、さっき三味線言ってたけど、確かに一応ね、はい、そう、130mm エンド用のリムブレーキのハブとかね、はい、まあ確かに、そう、しかもシルバーっていう、うん、それこそだって、僕らもう我々メガニックは何本組んだかわからないグランコンペスモールハブなんていうのが、確かにあれも吉川さんですね、確かに、あれも吉川さん、はい、そうだわ、いっぱい今ね、感知ブレーキがとか小物がとかハブがとかって言ってもらってますけど、もう本当に多分1日1個はついてるんじゃないかなっていうぐらいの SS6 のブレーキレバーをね、あの勉強させていただこうと思います。はい、はい、さっき金子さん言ってくれたみたいに、吉貝さんはもともとブレーキ製造から始まったメーカーなんで、僕が言いました、あ、僕が言いました。あので今日はそのブレーキ、そう、ブレーキレバーからお話しさせていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ教科書閉じてください。はい、はいはい、で今日はね、ここ黒板用意してあるんですけど、 SS6 について実際に吉貝さんから教えてもらった説明文を一部空欄にしてます。はい、ね、なんでみんなでこの空白部分を埋めてって、その基本情報と歴史を完成させようっていうのが今日の課題です。なるほどね、はい、よろしくお願いします。なんか見てますか。見てます見てます見てます。じゃあ早速いきましょうか。お願いします、はい、どうしよう、これ挙手制にする、それとも交代交代にする。交代交代がいいと思います。はい、わかりました。じゃあ交代交代でいきます。じゃあ金子さんからいきましょうか。はい、じゃあ、まず SS6 ブレーキレバー基本と歴史、はい、対応ブレーキはキャリパー、感知、ミニ V など、はい、つまり何々プルである。何プル、何プル、いつも答えてもらってパシッとプル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 ね、はい、ふざけないでいくよ。もういや、ふざけないでください。ふざけないで最初からいいですか。最初からふざけないでください。じゃあショートプル、お、正解ですね。こちらショートプルですね。これあれですよね、ブレーキの引き率の、ね、そうですね。じゃあショートプル、今ロングプルって出ましたけど、ショートプル、ロングプル、なんか簡単に説明してもらってもいいですか。ワイヤーを引っ張る率ですよね、うん、この距離引いてワイヤーが、まあ、短く引かれるのがショートプルで、長く引かれるのがロングプル。なるほどなるほど、大丈夫かなこれ、はい、説明で。つまりじゃあロングプルは何用ですか。ちょっと脱線しますけど、ロングプルで使うブレーキは何用ですか。 V ブレーキと、あ、そうです、ね、ディスクブレーキも、そうですね、ディスクブレーキ も、まあ、今はショート用のディスクブレーキあります、ね、とロングプル用がありますけど、すね、はい、基本的にはその V ブレーキ用って言われるのがロングプルですね、はい、まあ、正解です。まあ、ちょっとね、複雑なんですけど、このブレーキレバーも2つその引き量があって、うん、まあ、合うものじゃないとダメなんで、まあ、自転車さんで相談するのがそうですね、いいかもしれないですね、はい、ここはね、はい、安全に関わると思います。そうですね、そうですね、はい、じゃあ次三味線さんかな、はい、色のバリエーション、はい、ラインライン、通常のラインだとブラックシルバー、うん、ブラックブラック、うん、シルバーシルバー、シルバーブラックっていうのがあって、まあ、このね、ここの部分が何色かっていうので分かれてます、はい、黒、シルバーとかね、うん、シルバー黒とかね、あります。で、ただ僕らのね、
ブルーラグ別注で、うん、グリーンとブルーとあと一色あります、うんうん、はい、何色でしょう。これパープルです。パープルですね。ドン、うん、パープルです。先生これ一個、はい、補足があります。はい、どうぞ。これオールポリッシュっていうのが、なるほど、さすがですね、三味線抜けてます。はい、ちなみにこれがパープルの、はい、確かにですね。で、ここにあるオールポリッシュ、これね、シルバーとシルバーと一緒じゃんって思われるかもしれないんですけど、もう磨いてもらってます、うちのあのブルーラグの別注は。はい、なのでこれポリッシュも一応ここに入りますね。はい、さすが。ね、微妙にね、違うんですよね。微妙に違うんです。それはまあ、店頭でシルバーとポリッシュを比べてもらえたらなと思います。うん、いいですね、皆さん。調子がいい。じゃあ、ここからは歴史ですね。はい。で、じゃあ次、金子くんですね。はい。で、実は SS1 から SS3 は、ない。さすが。この辺の歴史は金子さん詳しいですね。実在しません。そう、これはね、カンニングしました。カンニングしましたけど、言っちゃうんだ、カンニングしたそう、カンニングしましたけど、本当に調べても出てこないんです。あ、そうですね、まあまあ、SS6 って聞くとね、まあ1から6まであんのかなとかって思っちゃいますけど、実はなんと SS1 から3は実際しませんという。 Google で SS1 吉貝、はい、で調べました、もう連番で、はい、SS1 そしたらなんて出てくる、何も出てこない、何も出てこないですね。そうですね。で、これ次から難しいかもしれないですね、ここは。で、最初に登場したのは三味線くん。え、ここはもう SS… あ、もう当てずっぽうでいきましょう。 SS5。 お、正解ですね。SS5 が実は、あの最初に登場しました。で、この SS5 が全問正解登場したのが1990年ですね、はい。うん、シャミはまだ生まれてないから。生まれてないです。僕2歳です。俺3歳です。はい、はい、だいぶまだ生まれてない。そうですね、最近っちゃ最近だけど、うん、結構前っちゃ結構ですね結構前40年前、はい、40年前はやめて、32年前本当に、はい、本当に、はい、本当に、はい、ちょっと傷ついちゃう傷ついちゃうね。そう、おじさん、はい、じゃあ、出せ耳死後慎んでください。お口にチャックで、お口にチャック、手はお膝です。はい、じゃあ1992年になんとその後に SS4 が登場します。まあ、5、4って順番なんですね。で、その後に SS5 Mark2 M Mark 2でいいのかな、これ、まあ、アイアンマンですね。そうっすね、そうっすね、あの死後が多いですねで、その後に SS7 見たことない。はい、でも僕も、あーどうだろうな、なんか写真で見たことあるぐらいかもしれないな。あったかな。で、奇数牝馬が続きます。まあ、要は5、7とね、はい、はい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 、はい、まあ、4は偶数だけどね、うん、で、確かに。で、その後1998年に SS6 が登場。意外と最近の気がします。確かに。三味線生まれてた。もう僕95年生まれなんで。あ、そうなんだ。95年生まれ。じゃあ SS4 は生まれてないんだ。生まれてないです。95年生まれです。その後にSS8 が開発されるも、現存するのはなんとこの SS6 のみという感じ。だから SS… 開発まで行ったんですね。みたいですね。あ、販売はされてない。されてないるそうです。え、はい、だからどこかに SS8 がつけてる人がいるんですね。いるみたいですね。ちょっと気になるわ。会ってみたいですね、ぜひぜひ。で、なんと今日はこれ終わりだと思ったんでしょ。終わらないんですよ、ね、今日授業早いなって思いました。はい、まだチャイムが鳴ってないんで。なったんでか、はい、まだダメか。それ手伝います。そうですね、手伝ってもらえたらいいかもしれないですね。すいません、裏もあります。はい、で、裏面に続きまして、はい、次はあのさっき基本情報と、歴史を学んだんで、 SS6 ブレーキレバー名前の由来、これは意外と皆さん知らないんじゃないでしょうか。なぜ SS なのか、なんと2つの説があります。説なんですか。これは説で、これ吉貝さんに聞いても2つの説があるみたいです。なるほど。公式がどちらかですっていう話なんで、それに乗っ取ります。はい、まずその1、当時制動距離をいかに安全に抑えるかがブレーキの課題でした。はぁ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 、止めることから、うーんのこちらの次説で、これ1個ずついきますか。えこれ、はい、SS? 金子さん、どうぞ。ここは結局同じ、
同じ言葉入るんで、はい、大丈夫です。すっごい、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 同じ言葉が入るんですよね。あ、こことここがね、こことここが、なるほどね、そう、重ねてるわけじゃない。だからすっごいすっごいではないんです。すっごい、すっごい、制動距離を、すっごい制動距離で、もうすっごい制動距離でいいんです。いや、ちょっとごめんなさい。何これ、マジで。ちょっと、じゃあ、ちょっと真面目に言っていいですか。もちろんです、はい。何これ、SS？ そうですね。なんか、シャミ君は何かあります？ちょっと一回行ってみましょう。SS？ スーパースーパー。おお、何、近づいてるこれ。スーパー近づいてんの？はい、スーパーストッピング。スーパーストッピング。短い距離だからショートストップです。あはい、惜しい。なるほどね、はい、短い距離だから、いかにね、安全に抑えられるかって、ね、俺今全然短い距離で飛べることから、ショートストップの頭文字説、ショートストップ SS、はい、なるほど、なるほどね、はい、へえ、まあ、けど、あ、そういうことね。そうそうそう、短い距離でもうバシッとこう止まると。そうそうそう、僕なんかはね、やっぱりなんかショートプルの S なんかなとか思ってましたけど、まあ、そう、確かに、なんかそうじゃなくて短い距離で止まる、だからズルズルってならないってことですよね。なるほどね、はい、すごいな。ただ説です、開発って。あくまで、あくまで説なんですね。説です。で、もう2、もう1個あります。はい、なんかちょっとここからはもう本当に少しお勉強、お勉強タイムですね。はい、1975年、結構さかのぼりますね。ノースカロライナに設立された、なんとダイヤコンペ USA。 あ、これは俺ね、はい、これのブレーキ持ってます。あ、嘘、すごい。あの油圧ブレーキ、え、昔あったんですよ。すごい。ケーンクリークと作ってたんじゃなかったっけ。まあそうっすよね、あの、まあ、あのブレーキとかも言うんですよね。そう、全身が、いわゆるケーンクリークの全身がこれですからね。はい、あ、はい、そうだっけ。そうです。あ、そうか、はい、そうか、まあ、これちょっとまあ間違いない情報だと思うんですけど、うん、はい。で、それの営業開発スタッフが、まあ、よく日本に来日してね、あの新製品を開発の意見交換が行われたっていうことです。へえ。で、1981年から2011年、これ結構あるっすね。結構ある。30年が NASA が有人打ち上げ機計画を実施します。で、米国人スタッフが、その SS を使おうと言った説です。これはまあ NASA のあれですね。だ、ここは NASA 由来、そこ見てるんじゃないですか。ここは何が入りますか。これはSS だから、なんだろう、ボケた方がいいんじゃない。そうですね、ちょっと取れ高があれかもしれないんで一回ぐらいボケておきますが。え、何、 NASA でしょ。 NASA、 難しいですね。 NASA でボケろっていうのが難しいですね。 NASA でボケろ、難しいですね。出ないようだったらもう答えてください。ボケが出ないようだったらもう答えてください。スペース、はい、もう言いましょう。じゃあそこそう、スペースシャトル。そうですね、スペースシャトルですね。スペースシャトル、まあ多分あれですよね、多分このスタッフの人のちょっとジョークとか冗談じゃないですけ ど、ね、をスペースシャトル NASA が作ってくから、これ捨てちゃおうぜっていうのは多分なんかじゃないのかなっていう感じはしますよね。なるほどね。で、まあ、ただ吉谷さんに聞いても、まあ、どっちかじゃないかなっていう感じです。なんかこっちがちゃんと説としてあるんだ、出てくるんですね。なんかもうみんなその位置で、うん、ショートストップもすげえ納得しちゃったんだけど、ね、うん、確かにそうですよね。だって日本人が決めたわけじゃないってことですもんね。SS いっちゃうよって言ってたわけでしょ。あ、違う、 SS、 そのさっき話した SS5 が出たのが1990年なんですよね。だからまあここの間に NASA が始めたから、まあ、確かに、まあ、かぶってるっちゃかぶってる、まあ、かぶってるっちゃかぶってるんですよね、はい、あ、なるほどね、はい、これいないのかな、知ってる人が。そう、アメリカ人スタッフが。あ、生きてたりしないのかな。俺だよって言ったら、俺が一番最初に言い始めたよ。ちなみにスペースシャトルじゃないから。なるほどね、真実。まあけど、まあそんな理由でどちらかで SS っていうのがついてる。そうですね、めちゃくちゃ面白いじゃないですか。僕もこれは初めて知りました。で、じゃあしっかり吉貝さんにご確認していただいたところなんで、はい、公式の情報になっております。公式の説ですね、はい、すごい、これ検証してみたいな、はい、
ていう感じですね。でね、まあ、動画をねご覧の皆様もこの吉貝の日をね、うん、いい機会だと思ってもらって、うん、改めてね自転車の自分の自転車に吉貝のパーツどんなの使われてるのかななんていうのもね意外と使われてますから、うん、そうそうそうっていうのをね確認してみてもらうとねまた面白いかもしれないですね。あれですね、インスタグラムでやりますかね。さすが金子さん、もうインスタグラムのねハッシュタグで、ね、マイ今回マイ吉貝じゃないんでね皆さん勘違いしないで、マイダイヤコンペ、そこ間違いがちなんでマイダイヤコンペで吉貝製品を一緒にアップしてもらうっていう企画も ねやってもらえるので、参加してもらえたら何かもらえるかもしれないんでね、はい、ぜひぜひ、はい、参加してもらえたらと思います。はい、じゃ今日の授業は以上です。はい、じゃあ号令お願いします。起立、気をつけ、ありがとうございました。